プリートうちにチャレンジします。おお、すごいですね。はい、まずね、このカッパ着これで、こう鳴らす、鳴らすよ、鳴らす、こうやってね、まずこうやってパネルするね。なんか懐かしいね、これ久しぶりの。まずこう、大体平らにするよ、これね。で、周りこう炭あるから、線引いた炭ね、ここに合わせてさ、いいね、で、大体量 OK ね。見てください、このね、このチリ、チリをこのコテでこうやってこうチリをねしっかり回ってあげる。でケツで、ケツでねこうやってきれいにね、このこの炭をねこうこうやるよ。いい感じ、イエーイ、ね、いいんじゃないですか、ね、昔の血が騒ぐね、これね、昔の血が騒ぐよ。しっかりケツで、ね、こういう壁にこうやって取るよ。ちょっと量多かったこれ。でね、ちゃんとね、こういうところもね、しっかり、こうやってね、やるよ。ね。ね、こうやって。いい感じでしょ？こうやって綺麗ね。こうやって。俺まだまだいけるじゃないですか、これ。ね。こういうところはね、しっかりね、ケツで。で最後あったくね、このね、このトンボで、最後きれいにね流していくよ。どうすか、いい感じ、イエーイ、いいんじゃないですか、これ久しぶりとはいい感じじゃないですか。ちょっと量多かったかな。真ん中をトンボ引くと、俺まだまだいけそうっすかね、これね、まだまだ俺いけんじゃないですか。今日はね、たまたま昔の職人仲間がねコンクリ打ってるってことでね、邪魔しに来ましたよ。ちょうど俺も仕事休みだったんでね。だいぶいい感じなんで、押さえていきますよ。表面をね、ツルツルになっていきます。首を回る、
控えたな。ゴーッツ。それで、この辺ね、こういうポツポツね、これこういうポツポツ、これをこういう風にね持っていくと、もうちょいもうちょい綺麗にやった方がいい。ここね、いい感じですね。ほら穴埋まりましたよ。でこういうところもね、散り際のこういうところも綺麗にね持ってってね。どうでしょう。周りは決まりましたね。周り決まりました。でね、結構ね、チリギア、こういうコンクリートとかで、こう水分取られたりとかして、そこも。硬くなっちゃった時はこの水をちょっとかけてあげるとね、こうやってやるとちょっと戻ってやりやすくなるんじゃないですかね、親方。これ手が滑ってますね。はい、手が滑ってますか。手が滑ってますか。そしたらあとはこうやって押さえて下がっていきます。足と腕に来るね。来ますか。